はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は、またね、栃木のジラフさんに来ております。で、今回はね、一人ではなくて大食いの増渕さんと一緒に来ておりまして、増渕さんの方の動画については概要欄に記載がございますので、ぜひそちらの動画の方もチェックしてみてください。で、今日もね、まだ僕何食べるか決まってはいないので、早速ね、お店の方に入って、メニューの方を決めたいと思います。はい、ということで今回は増渕さんと一緒にジラフさんで撮影の回となっております。で、ジラフさんで撮影をすると毎回コメント欄の方にお店のルール等がわからないとよく意見をいただくので、今回は説明していこうと思います。駐車場については正面と裏手にございますので、空いているスペースにお止めください。ただここで一つ注意点なのが、駐車枠のない砂利スペースについてはジラフさんの敷地外となっておりますので、こちらの部分には駐車しないようにお気をつけください。店内が満席の場合、中待ち席が空くまでは店頭で待ち、空き次第入店してください。入店したらこちらの券売機で食券を購入し、中待ち用の椅子に順番に座ってお待ちください。混雑している際には事前にメニューの確認がございますので、確認があり次第このように店員さんに見えるように食券を提示してください。商品提供時にはこちらの無料トッピングの確認がございますので、お好みを伝えて最大限に美味しく楽しく食べて帰る、これがジラフさんの鉄則でございます。それでは説明はこの辺りで、本編の動画へどうぞ。じゃあ、ここいただきます。いただきますか。まずこちら、ラーメンでございます。いいでしょう、1回目ラーメンと、よいしょ、久々のラーメン。なんとか味噌が伸びる前に。
ラーメンの方完食で、いいよいしょ。2杯目でございますね。いいよいしょ。はい、2杯目こちら味噌ラーメンでございます。味噌に関してはね、これデフォルトのメニューってわけではなくて、限定で期間的に出るメニューなんで、ある時期はね絶対食べた方がいいです、これ。熱い熱いちょっと2杯目もね、これスープからな。ごま強くなってる。あんまレシピは別に変えてない。わー、正解。よかった。やっぱラーメンより塩分高いんですけど、前よりもまろやかに感じますね。いや、僕その前食った味噌よりもちょっと好みですね、正直。うまいよこれ。そろそろね、後半なんで、よっと、こちらの生卵で。つけるならあれですね、蒲焼きの方が塩分ちょうどいいかもしれないですね。蒲焼き大丈夫ですけどちょっとすいませんこれ、つけ卵の蒲焼きの方もいただいたんで、こっちもつけていきましょう。より担々っぽいですね、やっぱこっちの方が山椒入って。うん、やっぱかば焼きだうまい